シーズンからイタリアセリエ A のラツィに加入するも開幕から期待を下回るプレーを見せていた鎌田大地選手ですが3月中旬に監督がイゴール・トゥドゥール監督に代わってからは一気に調子を上げていますどうも足が短すぎてイタリア人と並ぶと公開処刑される補欠カラスです今回はトゥドゥール監督体制で蘇った鎌田選手に対する評価などを紹介していきたいと思いますサンディ体制で苦しみ抜いた鎌田大地2015年にサガントスでプロデビューを飾り2017年6月から海外へ活躍の場を移した鎌田選手はまずはベルギーのシントトロイデンで結果を残しましたそして1920シーズンからはドイツ フフフフラランンンンククルルトトトののの名門でスタメメ座ををむとととシーーーーーズににはチームメイトのハブマコト選手ヨロッパリーグ優勝の盾役者へと導くプレーを披露しましまたこうして徐々にヨーロッパサッカー界でも評価を上げていた鎌田選手は22-23シーズン終了後、フランクフルトと契約延長をせずに対談を発表すると、新たな移籍先はどこになるのか大きな注目を集めました。しかし、鎌田選手の新天地は様々な候補が上がっていた中でなかなか決まらず、最終的には2023年8月5日にイタリアセリエ A の名門ラツオへ加入することが発表されたのです。ラツへの加入が決定した直後、 に選手は加入の背景についてまずチャンピオンズリーグ以上のチームに移籍するというのが第一条件だったそして会長をはじめ監督からもすごい熱意を感じることができたとラチオを新天地に選んだ理由を明かしまた1から成長できると思うしより良い選手になれるという可能性がこのチームにはたくさんあると思ったのでこのチームでやりたいなと思ったというように語っていたのでしたまたプレーしたいポジションについてはナンバー8中盤2枚のインサイドハーフのポジションが僕にとってはベストだと思う昔からそこのポジションをやりたいと言っていたので叶えられるチームだなと思いましたと中盤のインサイドハーフを本職とした意向を示して いた,のですただ、鎌田選手は、ヨーロッパサッカー界屈指の師匠である、マウリツィオ・サンィ監督のもと、開幕直後こそスタメンだったものの、期待された活躍をあまり見せることはできていませんでした。すると、その後はサンィ監督いわく、チームバランスのために、ベンチスタートが基本となってしまい、絶対的な司令塔である10番のルイス・アルベルト選手の控えとなり、ポジション争いを強いられ、ほとんどの試合でスタメンでの出場機会を失ってしまったのです。そんな苦しい日々を過ごしていた鎌田選手は、2月に受けたインタビューで、今は何かを言うのは難しい、ハードワークを続けなければいけない、うん、僕はハードワークしなければいけないとどこか苦しみが 現れるかかのような口調でで語った上で記者からベストの鎌田を見るのにはどれくらいかかるのかと聞かれると鎌田選手は笑って「わからない」というように回答しましたそれでも記者は「フランクフルトでの君を知っている」と返すと「でもイタリアとドイツのサッカーの間には違うことがとてもたくさんある」「わからないし僕も知りたいよ」「でも僕はハードワークを続けなければいけない」というようにイタリアの地で味わう苦しい日々について語っていましたすると3月に入った直後にはベンチスタートが続いていた鎌田選手に関してイタリアメディアが「この夏ラツオに別れを告げる」と大々的に報じた上で昨年8月にフリートランスファーで加入した鎌田は 契約に含まれている3年間の延長オプションを行使せずわずか1年でクラブを去るビアンコ・チェレスティで以前から予見されていたこのシナリオに関して選手本人から確証が得られた27歳の日本人ミッドフィルダーはすでにクラブ側に決断を伝えたというというようにたった1年で鎌田選手がラチオを去るだろうと伝えたのですしかしながらラチオのアンジェロ・ファビアーニスポーツディレクターは鎌田選手を信頼していたようで鎌田は全ての日本人と共通して着地定義なところがあるできるはずのことができずに落ち込んでいるようだその理由はいくつもあるだろう例えばプレーする国やカルチョクラブが変わったこともその一因だだが私は彼がカルチョ プレーできる選手だと思っている。遅かれ早かれこの難局を乗り越えられるはずだ。彼はローマの街やラツヤで居心地よく過ごしているように見える。我々は彼にチームに残ってほしいと思っているが、将来を見通せるわけではないと語っていたのです。t o ール監督体制で完全に輝きを取り戻した。鎌田このようにラツヤ遺跡は完全に失敗で終わったかのように見え、23。24シーズン終了後にはイタリアを旅立ち、再び新天地を求めることが濃厚となっていた。鎌田選手ですが、急に事態はいい方向に向かっていくことになります。というのも3月13日にラツヤは21。22シーズンからチームの指揮を執り、昨シーズンはセリ。 2位でで終えるなど好成績をを残しししていたたたサリー監督のの辞任を発表したのでした実際に今シーズンのラツヨオは、セリエ A 第28節終了時点で、12勝4分け12敗と、調子が上がらず、9位に低迷していたため、辞任は当初から囁ささかれていたものでした。その後、後任に注目が集まる中で、ラツヨオは、3月18日に、クロアチア人指揮官のイゴール・トゥドゥールさんが新監督に就任することを発表しました。このトゥドゥール監督は、現役時代をユベントスなどで過ごし、2009年から指導者に転身すると、母国クロアチアで経験を積み、ガラタサライ、ウディネーゼなどの監督を歴任してきた経歴があります。そして 2020年8月からはアンドレア・ピルロ監督が率いるリュベントスのアシスタントコーチに就任しその後はベローナを経て22-23シーズンはマルセイユで監督を務めるなど経験豊富な指揮官でしたこうしてチームに大きな変化が生まれたことで鎌田選手の状況にも変化が起きるのではないかと期待された中トゥドゥール監督は初陣を迎える前の記者会見で私の気持ちは常にポジティブだチームとして喜び勝利するためにベストを尽くしたいとラチオでの戦いに意気込みを語りましたさらにトゥドゥール監督はサン前監督体制では序列が下がっていた鎌田選手について聞かれると彼は完璧な選手だよ運動量 豊富だし、一つ一つのプレーの質が高い。以前のサッカーよりも私のサッカーの方が向いているタイプの選手だと思う。正しいメンタリティを備えているだけでなく、明るく意欲的に取り組んでくれているというように、いきなり鎌田選手のことを褒めるコメントを残していたのです。最後に鎌田選手だけでなく、様々な選手について語ったトゥドゥール。監督は過去に縛られてはならない。サッカーとは残酷なもので、手を差し伸べるのは正しいが、優先すべきはチームのこと。そして勝利だとも発言していて、これまでの序列が関係ないことを明かしながら、チームを勝利へ導いてくれる存在を優先的に起用する意示唆していました。するとトゥドゥール監督はいきなりユベント。

7日に行われたウディネイズ戦以来となるスタメン出場となった。鎌田選手は途中交代する。80分までボランチの位置で精力的にピッチを駆け回り、ディフェンスラインから積極的にボールをもらい、ビルドアップに参加すると、守備でも積極的にボディーコンタクトを仕掛けていき、攻守両面で献身的なプレーを見せ、チームの勝利に貢献したのです。実際に試合後のトゥズール監督は鎌田選手のさらなる活躍に期待する。コメントを残していて、重要な試合をした。彼の特徴は私が望むスタイルに適していると思う。彼は戦術的にとても賢く、プレッシャーにさらされても、それに耐えることができる。時間をかけてレンガを積むように。私たちは。 成長することができるとと思うというように自分のスタイルに鎌田選手がフィットするだろうと語っていましたまたリーグ戦から中2日となったコッパイタリア準決勝のユベントス戦でも途中出場を果たしこれまでよりも数段いいプレーを見せていた鎌田選手についてトゥドゥール監督はリーグ戦の後に鎌田選手本人と話したことを明かしましたまずトゥドゥール監督はリーグ戦でのユベントスとの試合の後彼とかなり話した彼は非常に高いストレスレベルにあったコンディションが万全ではなかったからね彼は全てを出し切ったよと語った上で彼は多彩な選手で私は大好きだ何をするにもレベルが高く完成されているという,ように鎌田選手 ベタバメしたのですそんな鎌田選手は続くリーグ戦のローマ戦でもフル出場を果たし完全にトゥドゥール監督の信頼を得たように見えたわけですが試合後に鎌田選手自身が初めてトゥドゥール監督について語る場面がありましたこの時に鎌田選手はと素晴らしいプレーを見せていたフランクフルト時代とスタイルが似ていることについて言及していましたトゥドゥール監督とセリア o b たちに絶賛される鎌田こうしてトゥドールた トゥドール監督が就任したことで鎌田選手は一気にチームでの序列を上げることに成功しましたするとセリエ第33節でジェノアと対戦した試合でも鎌田選手は3試合連続のスタメンに入ると67分にルイス・アルベルト選手のゴールをアシストしてチームの勝利に貢献しましたそんな試合後にトゥドゥール監督は就任以降先発での出場機会を与え続けている鎌田選手について「鎌田には将来のラチオで決定的な存在になってほしい彼は非凡な選手であり仕事人であり様々な役割をこなせるプロフェッショナルだ今日も彼はよくやっているが私が来てからの試合で欠場したことはない」 絶賛のの言葉を送ったのですそして鎌田選手は試合後に受けたインタビューで試合でプレーできなかった期間も信じていたし今はここに来られて幸せだと思っていますとラチオでの日々を前向きに語った上でこれからラチオのことを大いに助けられるかもしれないですというように自信をのぞかせていましたさらに4月22日コッパイタリア準決勝セカンドレグのユベントス戦前日会見に出席したトゥドゥール監督はイタリア人記者からサッカーの移籍史上で重要なクラブからやってきた鎌田は最も期待されていた選手だった鎌田のような選手はどれほど決定的になれるのか単純に自信の問題なのかどこを改善するべきかと尋ねられ カマダのことはかなり話をしたこれまでに34回も質問を受けている私は毎回同じことを説明しているがある種のプレースタイルに対してより適性がある選手もいればそうでない選手もいる監督が気に入る場合もあればそうでないこともあるというように語った上で私自身もそのような経験を何度もした全監督のもとで出場していたが私のもとで出場機会が減った選手もいるカルチョにおいて毎日あらゆるチームで起こっていることであり驚くようなことではないいずれにせよカマダは申し分のない青年だあらゆる才能を持っていてどれもいいレベルにあるそこが重要だと改めてカマダ選手の才能を高く評価しましたこうして 完全に鎌田選手を復活させたトゥドゥール監督は噂によるとロディーと会長との最初のミーティングで会長鎌田は先発ですというように宣言するとまず最初に鎌田選手を中心に据えそれから他の選手を排するという言葉を伝えたのだといいますそして鎌田選手がセリア第34節のベローナ戦で最高のプレーを見せた時には多分以前のプレースタイルは今に比べると彼に合っていなかったのだろう私にとって彼は素晴らしい選手だどこでもプレーできるしメンタリティーは10点満点だまるで頭の中にコンピューターが入っているようだもし鎌田がたくさんいたら全ての監督は1人は自分のチームに欲しい と思ううだろうね。まあ私の場合はあと10人鎌田が欲しいがとひたすらに鎌田選手を褒め称えていたのですこのようにトゥドゥール監督から評価されている鎌田選手自身はようやくチームの力になれて本当に嬉しいドイツでもこんなプレーをしていたので今はとても居心地がいい自分だけでなくラツヤの選手たちともとても良くなってきている次の移籍先としていくつかのクラブの名前が挙がっているがまだ何も決めてはいない今は監督が僕を信頼し気にかけてくれていると感じているしいろいろな意味で彼のサッカーは僕に合っていると思うというようにトゥドゥール監督とスタイルが合っていることを自ら語っていましたさらにベローナ戦で見せた鎌田選手のプレイに対し してはダゾーンイタリアの解説陣も称賛の言葉を送っていたのです。まず、ダゾーンイタリアによるベローナ戦の mvp は決勝点を挙げたマティアザッカーに選手となっていたのですが、そこに解説陣が相次いで異を唱えました。最初にラチオ ob で長友佑都選手のチ知性ナ時代の同僚でもある。マルコパローロさんが私は鎌田だと思う。日本人選手は素晴らしい試合を見せたと主張すると同じくラチオ ob のバロンベラーミさんも私もだと鎌田選手が mvp であるという意見に賛同したのです。その後、残るアレッサンドロマトリさんとニカルドモントリーボさんも相次いでベローナ戦の mvp。 鎌田だというように声を上げて、鎌田選手のパフォーマンスを評価したのでした。すると、司会役のマルコールッソ記者は、鎌田はまたしても素晴らしい試合を見せたが、彼は完全に再生し、完全に生まれ変わった。本当に彼の世界が変わった。フランクフルト時代の姿が再び見え始めたのではないだろうか。と分析したものの、ベラーミさんは、現在の役割は、より守備的で、少し異なるように思う。しかし彼は、自由を与えられてプレイしている点やりやすく感じているのかもしれない。ブンデスリーガでは、攻守切り替えの際に、こうした自由があるからね。彼の世界とは、20メートル下がったスペースのある状況であって、戦術的秩序の世界ではない。 おそらくトゥドゥールはチームを自由にしてこうした選手たちが持つスピードの特徴を生かせるようにしたというように鎌田選手の活躍はフランクフルト時代とも異なると主張していました鎌田はラツィオに残るのかこのように出場機会が増加しトゥドゥール監督からの信頼を得た鎌田選手ですが来シーズンもラツィオに残留するのかはまだ微妙なようでイタリア紙コリエレ・デロスポルトは4月上旬にトゥドゥールは鎌田にかけているが鎌田がラツィオを選択したのかどうかはまだわからないというように指摘していましたそして同志は鎌田選手本人が延長オプション謀 第大のラジオでの未来があるかどうかが明らかになるだろう。鎌田は5月中旬まで延長オプションを行使できる期限は来月の10日前後であるはずだといった見通しを伝えました。続けて先週までクラブに対して意向を伝えておらず、対談の兆しはないと続った。一方で、ここ数週間、ブンデスリーガでのプレー経験があるためか、ポルシア、アメン、フェング、ラート、バッハ液が囁かれたが、自身の周辺を見回していることは明らかだというような見解を示していました。こうして夏の移籍市場で去就の噂が出ている。鎌田選手についてトゥドゥール。監督は鎌田が残ってくれることを願っている。彼は並外れた選手であり、何も間違うことはない。 正しいメンタリティーを持ったとても努力家だと絶大な信頼を語り残留を望んでいましたまたラツィオのクラウディオ・ロティート会長もカマダを見たか彼は頭がすっきりしたトゥドゥールがかけてくれたからね彼が残留するのかはシーズン後に分かるだろう彼は自分の運命を握っているというようにシーズン終了後にカマダ選手の去就が判明するだろうと語っていたと報じられていますそして5月に入るとイタリアの大手紙コリアレ・デロスポルトは去就が注目されていたカマダ選手が残留の意思をクラブに伝えたと報じたのです同紙の記事によれば日本人選手の契約は6月30日で満了となるがイゴール・トゥドゥル監督がベン・ 監督ののの時時代ととは考えええが変わりここ数時間でで会長長クラウディオロティートに契約をを延ししたたたたい旨伝伝また同志は元フランクフルトの選手が契約の3年条項を利用するのかそれとも2025年までのみで更新するのかまだ分からないというように続けていてサッカーにラチオと1年契約を結んだ鎌田選手に行使可能な延長オプションがついていたようですがもともとは3年だったものが最近になって1年に限定するように鎌田選手側が提案したとも報じられていましたこのように様々な去就に関する情報が出ている鎌田選手ですが皆さんはこのままラチオ に残るるべべききかかか再び夏に新天地を求めるべきかどちらがいいいと思いますかぜひコメント欄で教えてください。今回は、テュドゥール監督から絶賛される鎌田選手の評価や去就の行方についてまとめてみましたが、パリオリンピック出場権獲得を逃した韓国代表に対する、母国メディアなどからの厳しい反応などについてまとめた動画も出しているので、ぜひ見てみてください。というわけで僕も奇跡の人生逆転を狙って頑張ろうと思うので、応援してくれる優しい人はぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。それでは皆さん、さようなら。